八代景頼。鍋切りなら俺に任せろ。伊達のダークサイドを担った男。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、八代景頼について紹介していこうと思います。伊達政宗の側近として仕えた八代景頼は、時に普通なら引き受けたくないような仕事も引き受けた人物でした。表立っては言えないような仕事、それは証拠隠滅のための皆殺しだったのです。しかしそこまでして尽くした彼も、その末路は哀れなものでした。では八代景頼の生涯をじっくりとご紹介しましょう。伊達政宗の側近となる。永禄6年1563年、八代景頼は伊達家臣八代修理の息子として生まれました。八代氏はもともとは藤原姓を名乗っていたと伝わります。宇州沖多摩郡八代の庄に領地があったことから、景頼の祖父の代で八代姓を名乗るようになりました。祖父の時には伊達久宗の宿老を務めたほどの家でしたが、父の時には没落してしまったそうです。何があったのでしょうか。このためか景頼の兄は鹿俣氏に養子入りし、残った景頼が家督を継ぐことになりました。天正5年1577年、伊達政宗が元服すると、4歳違いの景頼は政宗好きとなり、片倉景綱らと共に政宗の側近として仕えるようになります。そして政宗の父照宗が非業の死を遂げた後、景頼は伊達を包囲する近隣勢力との戦いに身を投じていきました。ここで多くの武功を積み重ね、主君政宗の信頼を勝ち得ていったのです。政宗の弟小次郎にとどめを刺した。天正14年1586年には白石城主となった景頼は、天正18年1590年になると、父が没収されていたという五千石を返還されました。ということはやっぱりお父さんは何かやらかしていたんだと想像できます。一体何をしたんだ。またこの辺りの時期には政宗が実弟小次郎を成敗したという話がありますが、これに関して景頼がその場にいたという説があります。それによると、政宗は小次郎中殺を決断し自ら切りつけたといいますが、同席していた景頼にとどめを刺すように命じたというのです。主君の弟を切ることに尻込みした景頼ですが、結局主君の命令に逆らうことはできず、小次郎にとどめを刺したのだとも言われています。まあこれに関しては不明な点が多いので何とも言えませんが、さて政宗は豊臣秀吉による小田原征伐への参陣要求に遅刻してしまい、結果減俸となってしまいました。この秀吉による小田原仕置きの結果、改易となる武将が続出したのですが、その中には葛西氏や大崎氏も含まれていました。そして新たに派遣されてきた領主のやり方に反発した旧臣たちが葛西大崎一揆を起こしたのです。ところがこの一揆を政宗がこっそりと扇動していたという疑惑が持ち上がりました。これはやばいですよ。どうなってしまうのでしょうか。証拠隠滅を命じられ、一揆の主要人物を皆殺しに。政宗が一揆に宛てたという密書が流出し、政宗は秀吉から召喚されてしまいました。しかしここで政宗は、自分の花押の赤鱺の目には針で穴を開けるようにしているが、これは開いていないので偽物だ、という何ともグレーな言い訳をかまします。ただこれがなんとなく受け入れられ、政宗は処罰されない代わりに一揆の鎮圧を命ぜられたのでした。そして一揆自体は鎮圧されたのですが、降伏して生き残った者たちがいるわけですから、政宗の関与がバレてしまうかもしれません。
そしたら本当にやばいので、政宗は泉田重光と景頼に証拠隠滅を命じたのです。証拠隠滅とは、いろいろ知っている奴らを消すことでした。そこで二人は一揆の中心人物たちを呼び出し、皆殺しにしたのです。こうして一揆の秘密は闇に葬られることになりました。政宗のダークサイドを感じさせる一件ですが、ここに大きく関与したのが景頼だったというわけです。こんなことがあったせいか、大河ドラマでは政宗が大内氏の小手森城を攻めた際の撫で斬り事件の中心人物とされてしまいました。本当は違うそうですよ。政宗の不在を守り、両国統治を任される。結局政宗は岩出山城へと原点砲となり、それに伴って景頼も白石城から北目城へと城を変わることになりました。政宗はこの時期、文禄の駅に出兵し、岩出山城を留守にしましたが、その留守居役を申し付けられたのが景頼でした。政宗からの信頼が厚かったことがうかがえますね。しかも政宗はここから慶長5年1600年7月までほとんど国に戻ることはありませんでした。多くの重臣たちも政宗と共に京都の屋敷に詰めていたため、景頼は約9年もの間、岩出山城で統治の全権を担うことになり、絶大な権力を持つことになったのです。この間、伊達家には一大事が起きました。片倉景綱と並ぶ双璧の片割れ、伊達重実が突然出奔してしまったのです。このため景頼は重実の居城角田城を接収しました。残っていた重実の家臣たちが抵抗しましたが、それを討ち取ってのことでした。一説には重実出奔の一報を受けてすぐの急襲だったとも言われています。その後、関ヶ原の戦いと同時に東北で起きた慶長出羽合戦を経て、政宗は青葉城へと拠点を移しました。このため景頼の留守役の役割は終了し、青葉城の留守役には茂庭綱元が選ばれます。しかし景頼は再建地の奉行に任命され、これからも伊達の重臣として存在感を示していくはずでした。突然の改易処分、一体何があったのか。慶長2年1607年1月、景頼は突如として改易され、追放処分となってしまいます。一体何があったのでしょうか。改易の原因となった出来事についてご説明しましょう。とある藩士が年貢を納めてくれない百姓について景頼に相談してきました。景頼は、自分のところの百姓なのだから自分で処分すればいいのではないかと答えたそうです。するとなんと、その藩士は百姓を斬殺してしまいました。ちょっとやりすぎな気がしますが。するとその百姓の元の知行主がそのことを藩に上訴したのです。そして藩の決定を仰がずに勝手に成敗したことを咎められ、その藩士には追放処分が下されてしまいました。ここまでなら景頼に何の関係があるのというところですが、その後がいけません。景頼はその藩士をかくまってしまったのです。政宗からは追放しろと再三にわたって注意を受けたにもかかわらず、景頼は従いませんでした。自分のアドバイスによってこんなことが起きたと責任を感じていたのでしょうか。結局その藩士は政宗の命を受けた者によって成敗されてしまいました。そして景頼は藩から尋問を受け改易となったのです。その後、景頼は妻の兄弟が仕えていた結城秀康に召し抱えてもらう手はずとなりましたが、政宗は景頼に対し奉公構えを出し、この話は立ち消えとなってしまいました。秀康は近江高島藩主佐久間康政に頼み、なんとか領内には住まわせてもらえるようにしてやったそうです。いい人だ。こうして住む場所は得たものの、仕官の道は閉ざされてしまった景頼。追放された翌年、失意のうちに近江で亡くなりました。
46歳でした。まとめ。1、伊達政宗に仕え、片倉景綱らと共に側近となった。2、政宗が弟を斬殺した際、とどめを刺したとも言われている。3、葛西大崎一揆に政宗が関与した証拠を消すため、一揆の中心人物らを騙して皆殺しにした。4、岩出山城の留守役となり、政宗不在の間、実質上の統治者として権力を振るった。5、突然改易処分となり、方向構えも出されてどこにも仕官できずに近江で亡くなった。誰もやりたがらない仕事をし、政宗のために尽くしてきたはずの景頼、まさか最後にこんな仕打ち、しかも方向構えまでをされるとは思いもしなかったはずです。なんだかとても気の毒になってしまう景頼の最後でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。